フレーザー・キャンベルはイングランドのハダースフィールド出身のサッカー選手。ハダースフィールドタウン FC 所属。ポジションはフォワード。マンチェスターユナイテッド FC のユースアカデミー出身で2006から07シーズンにトップチームに昇格した。2006から07シーズンにレンタルで加入したベルギーのロイヤルアントワープ FC では公式戦38試合に出場して24ゴールを記録した。また、ハルシティ AFC とトッテナムホットスパー FC でもレンタル移籍でプレーしており、それぞれ37試合で15ゴール、22試合で3ゴールを記録した。2009から10シーズン前、移籍金350万ポンドでサンダーランド AFC に移籍。2シーズン目は2度にわたり、全十字靭帯を損傷し、出場機会が激減した。2013年1月に3年半の契約でカーディフシティ FC に移籍。2014年7月、クリスタルパレス FC に移籍。2017年7月、古巣ハルシティ AFC に2年契約で復帰。2019年8月、ハダースフィールドタウン FC に移籍。ユース代表では U-16 から U-21 までのイングランド代表歴がある。2012年2月のオランダ代表戦でフル代表初キャップを獲得した。ありがとうございます。